ボギー車と単車ボギー台車とは、車体に対して水平方向に回転可能な装置を持つ台車の総称である。また、ボギー台車を装備した車両を、ボギー車と呼ぶ。車体の短い小型車では、車体と2本の車軸を直接サスペンションで繋ぐ固定二軸車で対応できたが、次第に大量輸送手段として鉄道が普及してくると、車体長を大型化しても、 曲線通過に支障がないよう、車体とは独立してある程度回転できる機構を採用した台車が登場した。これがボギー台車である。ボギー台車の回転軸として、または台車から車体に牽引力を伝えるため、伝統的には中心品や枕量が設けられていたが、現在では空気バネの横構成を利用し、 それらを省略して軽量化したダイレクトマウント台車やボルスタレス台車が主流となっている。ボギー台車には台車の車軸数によって一軸台車から各、軸数ごとに種類があるが二軸ボギー台車が圧倒的多数を占めている。また重量貨物を積載する大物車には四軸以上のものも存在する。通常は前後に二個装備されるが軌道検測車や 大物車には3個以上のボギー台車を装備するものがある。この場合、中間台車には回転なほか、左右道も許されている。大物車等で4個以上のボギー台車を備える場合、枕枠を介して複層的に連結するものがあり、複式ボギーと称する。ボギー台車と固定式の一軸を備えた変ボギーと呼ばれる方式も存在する。また、連接車の中には車輪が 車体に固定されており、水平方向の回転は車体そのものが担う例がある。現在日本では、二軸車は小型の貨車、旧型レールバスに採用されるのみであるが、ボギー台車は新幹線から路面電車、大型貨車に至るまで幅広く採用されている。ありがとうございます。